豊田市にある起点。国道153号の荒井橋の東に起点がある。安城市にある終点。国道23号岡崎バイパス。富士インターチェンジの南東。自転車歩行者道部分が本県道。右車道部分は愛知県道44号岡崎西尾線。愛知県道288号トヨタ安城自転車。道線愛知県道288号トヨタ。 安城自転車道線は、愛知県豊田市荒井町と安城市、藤井町を結ぶ愛知県の一般県道であり、豊田安城サイクリングロードの愛称で呼ばれる自転車道である。明治用水を安許化し整備したもので、1975年に県道豊田安城自転車道線を認定。その由来から、水源公園や三連水車をはじめ、沿線各公園でも水路が整備されていたり、 海峡の用水沿いを走ることも多い水の道である。安城市内は安城市役所の真横を通過するなど市街地を貫き、幹線道路や線路をアンダーパスで通過する箇所も多いなど非常によく整備されている。沿線に公共施設や商業施設が多いこともあり、住民の生活道路としても自然である。一方で豊田市内は北部で 名鉄豊田市駅及び愛知環状鉄道新豊田駅の付近という市中心部に近いところを通過するものの、それ以外は田園地帯や住宅街、さらには水源公園付近など自然豊かな場所といった市街地以外を通る箇所が多く、踏切はないものの自動車道と平面交差する箇所が安城市内に比して多い。また豊田市内に未整備区間が点在するため、 前線はつながっていない。豊田市内には明徳県母線の廃線跡を利用した拳母線跡地緑道がバイパス上に並走する区間があるほか、豊田市広見町で分岐する明治用水西伊筋自転車道が地理牛市方面へ伸びる。安城市内でも浜谷町から分岐する西高根用水自転車道、さらに池浦町から分岐する明治用水 中井筋自転車道が存在し、後者は JR 三河安城駅まで到達する。ありがとうございます。